Jill. ゼノビア、見るからにゴーストシップだな。周囲を回って侵入ポイントを探すわ。94分が経過。通信リンクの接続が最後に確認された位置から想定すると、この船のどこかに2人はいる。放置されて随分経つみたいね。腐敗がひどいわ。無人の船内に不気味な気配が、まさしくゴーストシップだぜ。誰？この船、何かがいる。から血が。電源が落ちてる。エレベーターは使えなさそうね。この電源は生きているよね。むごいわ。顔が潰されている。パーカー、手を貸して。ああ、分かった。何かある。銃かしら。どうする。任せて。Ah.
リスノじゃないよな。あの船員たちを襲ったのも嫌な予感がする。どこなのクリス。ここは日の光が降り注ぐ地中海沿岸の美しい港町。この海岸沿いの沖合に11年の歳月をかけテラグリジアが建造されました。テラグリジアは最新のインフラを備えた海上都市であり、衛星を使った太陽光集積システムなど建設中からその環境に配慮した都市設計で世界の注目を集めました。しかし2004年、開発反対を訴える組織ベルトロによってこの街でバイオテロが引き起こされました。ウイルス散布と同時に生体兵器 BOW が放たれたことにより、事態の収拾は困難を極め、隔離された海上都市で被害は広がり続けました。 FBC は大国政府主導による最大の対バイオテロ組織として設立され、テラグリジアでの対応において指導的役割を担いました。一方、国家間の利害を超えてバイオテロ対策を行う NGO BSAA はオブザーバーとしてテラグリジアに入り、 FBC のサポートに当たりました。対策本部は被害の拡大を防ぐため、都市自身の発電システムを利用、自壊させることで被害を最小限にとどめたとしています。テラグリジアパニック、人々は消滅した都市の名を取り、この事件をそう呼びました。その後、実行犯であるテロリストグループベルトロの壊滅を FBC が発表、事態の収束宣言となりました。2005年現在、ここには静けさと落ち着きが戻りつつあるかのようにも思えます。しかし、ご覧のようにテラグリジアの廃墟は隔離され、バイオテロへの恐怖を人々に思い起こさせるモニュメントのようにその姿を残し続けています。ボス自らお出迎えとは珍しいな。医者が運動しろとうるさくてな。君らもこの辺り一帯を FBC が封鎖してきたことは理解しているな。だがこの数週間、正体不明の漂着物の情報が相次いでいる。 FBC の隠蔽体質も、海から流れ着くものは止められないってことだ。場所が場所だけにウイルス汚染が疑われるのも無理はないわね。我々 BSAA もようやく現地調査にこぎつけたわけだ。クエントから例のものは受け取ってきたか。あ、愛称はジェネシスだろ。正式名称は何だっけか。マニュアルを読んできてないの。いや、持ってきてはいるが。物は試しというしな。早速そいつで調査を開始してくれ。あったぜ。
ああ、これひどいな。しっかり腐敗している。ああ、解析には一定量のデータが必要だ。付近の漂着物を探してデータを集めてくれ。ジル、こいつを見てくれ。体内に何か反応があるわ。注意しろよ。やるわ、慣れっこだし。何かある。これは全て人為的な変質なら証拠になるかも。こちらで調べておく。お二人さんは調査を続けてくれ。まだサンプルの解析データが足りんようだ。引き続き調査を頼む。動いた。見ればわかるだ。さすがに慣れているな、ラクンシティの英雄さん。あなたこそパーカー、元 FBC だって聞いたわ。ああ、志願して BSAA に移籍した。戦うためにな。ああ、二人とも無事だな。警戒を保ちつつ引き続き調査を進めてくれ。この匂い、腐敗でガスが爆発した。散々だな、ジル。これで解析データは 100% ね。ご苦労。ひとまず私のところに集合してくれ。こいつは何だってんだ。なぜ来たんだ。排除しろ、ギル、マーク。ようやく静かになったな。ああ、さすがだな、ジル・パーカー。よし、もうデータは十分だ。集合してくれ。ああ、二人ともご苦労だった。漂着物がウイルス感染体であることは間違いないわね。FBC が封鎖した海岸に流れ着いたことも偶然とは考えづらいぜ。
ああ、すべきことは行った。あとは本部に戻りデータ解析の結果をマスしよう。ん、緊急連絡だ。ああ、私だ。何だと。状況は理解した。あとはこちらで対応する。だが計画は前倒す必要がある。今すぐだ。ああ、分かった。では頼む。ジル、パーガー、君らにはこのまま動いてもらう。一体何が。クリスとジェシカの連絡が途絶えた。原因は不明だ。二人を最後に確認した代表を君たちの端末に転送する。会場で通信リンクが切れている。二人ならベルトロ捜索で雪山では。この位置から判断しておそらく二人は船だな。私はこれから本部に戻り捜索の指揮を取る。二人の行方を追え。了解。クリスとジェシカもこいつに襲われたと思うか。まさかそんな。おい、クリスが死んだとは言ってないぜ。そうね、すぐ捜索を続けましょう。何の音だ。鍵だ。見てくるわ。ああ、俺はこいつをもう少し調べてみる。オーケー、私はクリスたちの捜索を続けるわ。海岸の漂着物とタイプが似ているわ。発見したわ。何者かに監禁されている。助けられそうか。ロックされているわ。鍵を探さないと。分かった、俺も探してみる。
生存者発見。でも化け物に殺されたわ。身元は？調査してみるわ。パーカー、女性は身元不明。でも鍵を見つけたわ。これならもしかして。試してみる価値はあるな。クリスの元で合流しよう。先に向かうぜ。
早くクリスを。急ぎましょう。クリス。クリス。人形。こいつは。ようこそ真実へ、ジル・バレンタイン。これまでのバイオハザードリベレーション。クリスとジェシカの連絡が途絶えた。会場で通信リンクが切れている。クイーン・ゼノビア。この船のどこかに二人はいる。無人の船内に不気味な気配が。まさしくゴーストシップだぜ。銃かしら。嫌な予感がある。どこなのクリス。クリス。人形。こいつは。しまった。罠か。ようこそ真実へ、ジル・バレンタイン。ジェシカ、もう少しだ。もうそんなハイキングよね。足太くなっちゃう。情報通りなら奴らの足とは山の向こうのはずだ。けどさ、この天候のせいかしら。まだ本部と連絡つかないし、雪山で数時間とか本当ありえない。近辺空域に航路はなかったはずよね。だが俺たちの追っているアジトの情報とは一致する。急ぐぞ。調査を始めるぞ。手がかりは必ずあるはずだ。この木、一体何を運んでいた？
リス、もう少し輸送機を調べましょうよ。まだ何かあるはずよ。目的地が割り出せるな。目的地はバルコイネ模擬空港。そこがベルトルのアジトか。坑道を抜ければ近いはずだ。ジェシカ、来てくれ。待って、今手を貸すわ。風がない分まだマシだ。今聞こえた。この人は感染している。気をつけろジェシカ。獰猛なのが苦手。可能性は高いな。やつらは本当だ。ああ、俺たちが止めないとまた多くの人が死ぬ。ジルだったらね、
何の話だ。任務に集中。だって前に組んでいたんでしょ。前の組織からパートナーだ。なぜ。かなって思ったから確認しただけ。続きなんだけどさ。何のどの続きだ。私とジル、どっちがいい感じ。比較は簡単だ。望む答えを返すこともな。だが必要なのは言葉じゃないはずだ。そうくる。じゃあこの任務で信頼勝ち取らなきゃね。あれが空港？あそこがアジトか。こちらフォークボール、聞こえているか？クリスだ、聞こえている。無事なのか？今どこだ？ここ数時間、障害で通信できなかった。現在地はマルコイネ目的だ。しまった。あれは罠だったか。どういう意味だ。偽の情報に踊らされた結果、地中海へ向かわせたジルとパーカーの通信が途絶えた。現在も消息不明だ。どういうことだ。二人に何を。クリス、見て。あれはまさか。オブライエン、残念ながら悪い知らせよ。ベルトロの紋章を見つけたわ。ベルトロの復活は真実だと。だとすれば、ええ、ジルとパーカーがはめられた罠も、もしかしたら奴らが。ああ、可能性は否定できん。オブライエン、
俺たちはジルとパーカーの捜索に向かう。いいな。構わん。今すぐ地中海に向かってくれ。あとは我々が引き継ぐ。ねえ、一体何が起きてるっていうの？考えている暇はない。行動開始だ。わからない。船のどこかだとは思うけど。くそ、武器も奪われてる。本部との連絡は？ダメだ、通信リンクが繋がらない。とにかく合流しよう。武器があれば壊せるのに。ジル、丸腰じゃどうにもならん。なんとか回避して進むぞ。
ジル、大丈夫か？平気よ。でも船内は化け物だらけよ。ああ、武器が必要だ。俺たちの装備は途中で見つけたんだが、二人ならなんとかなるかもしれん。こっちだ、手伝ってくれ。待て、この先に奴らがいる。途中でこいつを見つけたんだが、使えないか。オーケー、奴らはうまく負けそうね。武器のありかはまだ先だ。は取り戻した。どうする、ジル？本部と連絡を取り、状況確認する必要があるわ。戦況に行けば通信施設があるかもしれない。探してみるか。ここは俺が閉じ込められていた部屋だ。それにしてもあのガスマスク野郎、何をしたいかさっぱりな後だ。
勉強に出たわ。これじゃ操舵も不可能。完全に漂流ね。壊されて間もなく。犯人は近くだ。私たちのタグボートが沈められる。このままでは脱出不可能になるぞ。そこまでだ。武器を捨てろ。お前が捨てろ、パーカー。貴様何者だ。